ちゃ綺麗じゃない？ポロッとしたね、ポタージュになりました。どうも料理のラサニュースです。ということです。今回はですね、こちらの新玉ねぎです。こいつを使ってですね、スープを作りたいなと。新玉ねぎのポタージュですね。ポタージュって聞くとすごい大変なイメージ皆さんあると思うんですけども、実はですね、めちゃくちゃ簡単にできるんです。普通の玉ねぎでももちろんできるんですけども、新玉ねぎを使っていくとより一層甘くて美味しいんですね。今回はですね、旬の新玉ねぎを味わい尽くそうっていうテーマでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料は新玉ねぎは2つ、だいたい2玉で 400g から 450g ぐらいのもので結構でございます。はい、そして牛乳、あとバター、あとこれだけですね。もしねあれだったらお好みで焼いたベーコンとかね上に添えていただくとお食事感もあるんですけども、まあ今回はポタージュなんで、ただねこれねすごいね満足度が高いんで、これぜひぜひやっていただきたい。はい、ということで今回はですね、新玉ねぎをたっぷり使ったポタージュの作り方です。新玉ねぎポタージュを作る上で何が重要か。新玉ねぎっていうのはね、すごく水分が多くて甘い。こちらをねポタージュにすることでとろとろで美味しいスープになるんです。ということで、まず僕をとろとろにしていきます。ということで、僕をとろとろにしていく、こう揺れない、パンパンになったら大吉、入んなかったら大凶。今日のこれらいきたいと思います。大吉。この動画見てる皆さんは大吉、私も大吉。なぜかと言ったら、最高に美味しいポタージュの作り方やっちゃうからです。あっちゅうまし。裏のホップ炭酸水で作るハイボールが最近めちゃめちゃ好き。ということで、いただきます。うわ最高、ホップの香りが爽やかでめちゃめちゃ美味しい。ということでやっていきます。新玉ねぎはね、この時期にしかね、買えないんですよ。なんでぜひこの時期に食べていただきたい食材の一つではありますね。はい、新玉ねぎで一回切ってもらって、この一番ね、表皮はね取ってくださいね。はい、季節の野菜もやらないとね、料理研究家だからね。最近どん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  YouTuber っぽくなってくるからね。はい、これ取ってサクッとやって、ね、切ってください。でこいつなんですけども、まあ、どうやって切るかって言ったら、まあ、割とねな、どういう切り方でもいいんだけど、まあ、トントンで、繊維が、玉ねぎってね繊維がねこう入ってるんですよ。でこれを立つようにやると早く炒まります。ということはどういうことかっていうと、こうですね、こう、これ線に逆らって、切る。別にこれはね、死ぬほど薄切りにしないで全然平気なんで、ある程度の薄切りで全然平気です。でここまで来たら倒しちゃって、こうやって切っちゃって大丈夫です。はい、これぐらいの雑さで全然平気。なんなら1センチ幅ぐらいでも全然平気だし、とにかくた、ま、新玉ねぎは水分が多くて炒まりやすいんで、こんな感じでねザクザクとね、切っててください。はい、玉ねぎは、ね、たっぷりですか。普通のポタージュだとね、じゃがいもを入れたりするんですけども、今回はじゃがいも入れません。もうね、新玉ねぎだけのうまみ、だけの、とろみでいきたい。はい、こんな感じね。はい、はい、そして切り終わりましたら炒めていきます。これね、炒めたらすぐ完成してしまいますんで、今日の質問コーナーに行きたいと思います。座る方 X からポーチで美味しいポン酢を買ったのですが、うん、ミルフィーユ鍋や鶏肉と一緒に煮込むくらいしか思いつきません。家庭で余りがちなポン酢を使った料理方法があれば教えてほしいです。俺ね、ポン酢のレシピってね、実はねそんなになかったりするんですけど、いいポン酢であればこれやる必要ないかもしれないんですけども、焼肉のタレとポン酢を半々で割るとめちゃくちゃ肉にいいタレになります。焼肉とかもこれでいけるんですよ。良いポン酢だと多分味もすごく良くなると思うんで、ちょっとね酸味のあるぐらいの方がお肉って結構進むんで、それをやってみ、見ていただくといいと思います。史上最強の柚子唐揚げっていうのがあって、ポン酢と塩と柚子胡椒で、
つけるニンニクも生姜も使わないやつですね。ポン酢と唐揚げすごく合うんですよ。これがね最高に美味しい。あと試してもらいたいのは、って言われるんですけど、チャーハンにかけるとうまいんだよね。ちょっと薄めに作った、ね、塩控えめで作ったチャーハンにポン酢かけてくるとうまい。意外とね、いいんですよ。チャーハンの油っ気、ポン酢の酸味がすごく合うの。あと、ちなみに、テキーラ飲んだ後にポン酢を飲むと、消えます。実は、これ居酒屋のメニューで出てたこともあって、本当に消えるんですよ。ただ、一つだけ注意してほしいのは、ポン酢って、塩分が高いので、毎回毎回テキーラをポン酢で飲んでたら、塩分過多になります。なんで、皆さんも使用用途は、くれぐれも守っていただいて、楽しいポン酢ライフを、やってください。はい。質問ありがとうございます。じゃあ、やっていきたいと思います。これね、バターをバターっと。入れます。 30g で結構多いんですけど、今回はね生クリームとか使わずに、牛乳だけでやるから、これぐらいねバターの量あった方が非常に、こっくりします。はい、ちょっと脂質高いなとかっていう風に思う方はちょっと減らしてもいいですけど、僕はこれぐらいにやるの。まあ洋食なんてねこれぐらいのバターは入るんですよ。はい、溶けてきましたら次新玉ねぎ、もうね、ごっそりいっていいんですよ。全部入れて、で、これで炒めていくんですけども、この玉ねぎにバターを吸わせるようなイメージですね。で、ここで塩、一つまみの塩を玉ねぎに加えると浸透圧の効果でですね、はい、三つ指で、入れてください。浸透圧の効果で、しなっとなります。こんな感じね。でポタージュはね基本ね、じゃがいもと、玉ねぎで、作ってミキサーにかけてっていうのが、セオリーなんですけども、今回はねそれ使わず、じゃがいもを使わず新玉ねぎのみの、スープをやりたいと。はい、これね塩ひと振りしてね炒めるとねすぐにね結構しなってなってくるんですよ。で、火加減は中火なんですけど、これ、一つ言っときたいんですけども、これ炒めてるんですけども、焦がさないようにしてください。玉ねぎってほらカレー作る時とか飴色にするじゃないですか。あれをやってしまうと確かコクは出るんですけども、まあ、新玉ねぎのフレッシュな香りが飛んでしまうので、できればもう炒めて、色がつかない状態で食べるっていうのは非常に、僕は好きですね。はい、なんで、炒めてください。はい、新玉ねぎはね水分が、多いのですぐ炒まります。はい、これね普通の玉ねぎやる時も同様なんですけど、普通の玉ねぎだとこんなに早くね、しなっとならないと思うんで、根気よく、まあ、中火か弱中火ぐらいで、炒めてください。はい、僕今中火でやっておりますけども、はい、でずっとね、混ぜ、まあ、たまに混ぜてあげないと そこから焦げていくんで、はい、なんでそこだけ気をつけてください。美味しそう、非常に甘い香りがして美味しそうですね。いいねこれ。これね、炒めていくと、これ炒め物ってすごくなんか楽しいんですよね。炒めれば炒めるほど香りが変わってくるんです。最初のフレッシュな新玉ねぎの香りから甘い香りに変わってきます。で、見てください、もう結構とろっとしてますよね。これぐらいなんですね、もうこの玉ねぎのとろっとする具合が。もうちょっと炒めます。時間にするとね、まあ、これノーカットでやってるんで時間計っていただいてもいいですけど、まあ、10分は、かからないかなっていうふうに思いますね。はい、まあ、これぐらいですね。はい、
結構ね最近ねノーカットでやるとなんかあの一緒に料理してるんですごい嬉しいですみたいな、ことを言ってくれる方がいらっしゃるんで、で僕の語りとかあのまああの結果だけ見たいって方はねあのシークバーっていうねいいこう、あのシステムがあるのでそれをキュッとポチッと、していただければ飛びますから、はい、なんで、ゆっくりこういう動画ね見てくださいね。そう一緒にやりながらやるとすごく、時間も計れて非常にいいと思います、はい。今回は中火ですね、はい、中火ももう見せた方がいいかもね、これね、ちょっとね、うん、これ、これがね、中火これぐらい、これ見えんの、これ見える、難しい、むずいよね、これね、要はあの下からね、覗かないとね、わからんのよ、下から覗けるこれ。これぐらいの火加減、今終始これでやってます、あざーすね、ちゃんとね無駄話だけじゃなくて料理をねの知識をね みんなに伝えないとね、いけないんで、はい、はい、そしたら、トロトロになってきて分かりますか、はい、こんな感じです、ちょっともうあの だいぶクタクタになりましたね、はい、こしたらねもうね大丈夫なんですよこれ、はい、そしたら牛の乳物によりますか 250cc ぐらいですね、はい、250cc の牛乳を入れます、コンソメ小さじ1と半分で鶏ガラス、あのねコンソメだけだと結構ちょっとチープなあの味わいになるんですよ、だから、この時は、この、鶏ガラスープ。結構ね、この鶏ガラスープって純粋な、あの、鶏の味がするんで、使えるんですよ。はい。素材の味を活かしたい時は、半量、もしくは3分の1量を、鶏ガラスープに変えると、あの、非常に素材の味が出ます。このね、玉ねぎの甘みがね、すごく際立つ風になるんで、あの、コンソメと、鶏ガラスープの、ダブル使い。これ、ね、覚えてください、皆さん。スープベースに非常にいいです。んで、あればでいいんだけど、ホワイトペッパーね。はい。僕結構料理で使うんですけども、なければテーブル胡椒でも大丈夫です。あの、ブラックペッパーだと、あのね、黒い点々になっちゃって、あの、綺麗にいかないのよ。1、2、3、4、5。はい、5、3、ホワイトペッパー。もしくはテーブルコショウ入れてください、はい、であればいいんだけどナツメグを二振りすると、本格的になります、これだとポタージュになってないんですよ皆さん、わかります、ポタージュじゃないですよね、あの玉ねぎがこんだけいますから、これはただ玉ねぎのミルクスープなんです、はい、こっからポタージュにするためには、ミキサーにかけていきます、でミキサーがある方ミキサーでいいんですけども、一番楽なのがこういうねあのハンドブレンダーね、でこいつで鍋のまんまいきますよ、こういう風にミキシングします、で本来ならこすんですけど、まあ洋食屋さんじゃないからそこまではする必要ないかなって感じですね、はい、こんな感じね、完全に、とろっとしたね、ポタージュになりました、こんな感じです、美味しそうでしょ、このとろみよ、このとろみで、ここで料理の味見ね、失礼します、ミキサー持ってな方もミキサーを買うかこのバーミックスねブレンダー買うかしてやった方がいい、めちゃくちゃうまいぞこれ、はい、それじゃあ持っていきます、じゃあここにスープを、はい、でこれねあの今回スープにしてるんですけども、煮詰めてパスタソースにしてもすっごい美味しいからね、茹でたパスタに絡めてね、ちょっと煮詰めたこれですよ、その時はね炒めたベーコンとか入れてあげてくださいね、プラスでエキスロパージュオイルボール、ボトルの口が細いやつでやると見てくださいね、ほら
めっちゃ綺麗じゃない お店っぽいでしょこれ。ということでこちらで、まるでお店で出てくるような新玉ねぎのポタージュ完成です。それではいただきたいと思います。いただきます。まあいいんかな、合うぞこれ。皆さんね、パン添えていただいてもいいですか。はい、じゃあいただきます。あ、白合うねいや、うまいなこれ。もうね、抜群。これはさ、やった方がいい。今回はコンソメと鶏ガラスープのダブル使いで、鶏のピュアな旨味が入ってるんで、非常にね、玉ねぎが立つんですね。甘みがすごい。砂糖とか一切使ってないんですよ。玉ねぎの甘みだけで、甘みがやーば。うまい。非常に美味しい。これちょっとね、スタッフにも食べていただきますよ。いただきます。いただきます。いただきます。美味しゅうございます。めちゃめちゃいいしょ。これはどうしよう、超うまい。普通に玉ねぎだけでもできるんだけど、まあ、焦がさないでほしいっていうのと、はい、あとね、冷たくてもうまいだ。絶対です、絶対です。そう、冷製にしても美味しいから、多めに作っといた場合は、半分ぐらいで冷蔵してもらって、あとでね、ちょっと前菜みたいにこんなちっこいショットグラスちょこっとね、やって、それもう店で出せる、うん、今の時期しか作れないっていう、なんかこの特別感もいいっすね。そうね、まあ玉ねぎでもできなくはないけど、やっぱりね、味わい的には少し変わるかな、これ食べたらね、毎年新玉ねぎが出る頃にこのスープ思い出すから、それぐらい美味しいんで、なんでこれはね、ちょっとやってもらいたいですね、でパスタとかも食べてほしい、スープベースなので、これ、うわ、これとバゲット絶対、うん、これのバゲット最高ですよ。ということでですね、皆さん、新玉ねぎもう、まあ、今これ多分4月中に出すと思うんですけども、まあ、今売ってますんで、急いで新玉ねぎ買いに行ってください。マジでうまいんで、ということで、ぜひ皆さんやってください。